泡の製品っていうのは、この会社では結構いっぱいあると思うんですけど、同じ色の中に泡が入ってるんじゃなくて、クリアの塊の中にちょっと色の泡が溶けてるみたいな感じのところが特徴でして、まあ、それが花を刺すあの間に泡が来てることで、その何でしょうね、その茎の刺してる部分にこう泡が入ってるような動きがあるような感じで、あの一緒に楽しめるようなものになります。あの四角くて細いっていうか 薄い四角い形も特徴なんですけど、まあ、ちょっとその泡が日の光に当たるのがすごく綺麗なものだと思うので、まあ、窓辺とかその置くスペースが狭いところに置いたりできるようにちょっと薄い感じを出したのと、まあ、これ一つなんですけど、何個か並べた時になんかタイルみたいな感じでなんかちょっと景色の一部としても面白いかなと思って、その四角い型に入れることでそういうそのタイル感というかそういう感じでその日常の中に置きやすいかなっていう形だと思ってこの形にしました、はい、デザインのきっかけは、まあ、そのいろんな試作をしていく中でやっぱり泡って綺麗だなって思ったのと、まあ、それを泡がそのガラスの中に閉じこもってる状態が綺麗だったので、まあ、それをこうちょっと気軽にというか、まあ、その家に置いて楽しめたりだとかそういうことがもっとしたいなと思って、で一輪挿し結構そのミニベース作ったりすることがあるんですけど、まあ、その手軽に撮っていただきやすいものっていうイメージがあったので。まあ、そこにその泡を入れてなんか一緒に楽しめたら面白いかなっていうことでこれに至りました。あの製造そんなに難しくないと思ってたんですけど、結構やってみたら難しいところはが結構あって、まあその型に入れてるんですけど、その型にから出てるこの部分、塊の部分とか、その何だろう、まあ、形のそのなで型の部分を揃えるのとかが結構難しいのと、まあ、中のその芯の棒の上にその泡とガラスを巻きつけてるんですけど、その芯をしっかりあの細長くしてないと型にはまんなかったりだとか、そうですね、泡の表情以外でもその型に入れるっていうことでちょっとその揃えるのが難しい部分が結構あるので、そうですね、色が3色あるので、まあ、3色並べて楽しんでいただいてもいいですし、まあ、1個でも幅があることですごい見応えはあると思うんですけど、なんかこうちょっとした窓の3とかに並べてあの摘んできた花とかを入れたりして楽しんでもらえたらいいかなと思います。